はい、こんにちは、山城と申しました。今回はね、説明で郵便のね、いろいろ解説動画のね、第3種郵便物っていう風になってると思います。いや、いよいよこれ何なんやってね、第1種でね、封筒ですよ、大体封筒ですよって話しました。第2種は、まあ、はがきですよって話をしましたよね。まあ、この2つでもう、だにはもうほぼほぼできとるやないかって言ったらね、実はまだまだあるんですね、ということで、第3種ってことなんですね。第3種って何なのかって言ったらですね、まあ、一応こんな感じでドドンと出てますけど、第3種郵便物の承認を受けた定期刊行物を送る際が対象となりますということなんですね。さあ、何の説明にもなってませんよね。その第3種郵便物の承認を受けた刊行物って何なんやって言ったらですね、まあ、分かりやすいところで言うとっていうので、ね、ちょっととりあえず例を買ってきたんですけどね、今日の新聞なんですけど、新聞です。まず新聞、あと雑誌なんかもそういう、第三種郵便物に、含まれる場合があります。で、要はこういった感じで定期的に発行されてるやつですね。まあ、ただ新聞買ってきましたけど、最近はもう皆さん新聞読みませんからね。まあ、なかなか馴染みが逆に、新聞が馴染み深いのかどうかが最近ちょっと怪しくはなってきてますけど、まあ一応わかりやすい例って言ったら新聞。で、新聞の場合ももうさ、ね、ちっちゃくなんですけど、ここよ、見てください。こうね、いろいろわーっと記事書いてあるやつが、そのね、第1名の一番表紙のね、端っこにこうやって、ちょーっと書いてありますね、昭和17年9月1日、第3種郵便物認可って書いてあるんですね。第3種郵便物の認可を取ってるやつに関しては、こういうふうに認可が書いてあります。大体、大手の新聞屋さんは書いてあります。あと、定期刊行の雑誌ね、見てきたやつだと、プレジデントさんとかね、ついてましたしね、基本的に雑誌とかを申請をすれば、この第3種郵便物が取れます。新聞も取れます。定期の細かいところに関しては後半でやりますから、これちょっとなかったらしくなるんで、もうどうでもいい人は置いといてください。第3種郵便物について詳しく知りたい方は、ちょっと後半まで見てくださいってことですね。で、これ何に使うのかって言ったら、要は、普通の郵便と違ってね、いわゆる、あくまでも郵便っていうのは情報の伝達手段なんで、これ、要は定期刊行物を、発行って、郵便でね、送るという場合には、特にこの情報性が強くなるということでね、そのために、料金等が優遇されます。まあ、書いてありますよね。ね、大きさとかに関わる、はね、結構規定が緩いですよね、他のやつに比べて。三辺形90センチ以内、最長辺が60センチ以内ですから、まあまあのサイズのやつまで送れますよね。で、重さが、によってとか、まあ、いろいろちょっと条件によっていろいろとあるんですけど、まあ、63円から送れるということで、料金も普通の、第一種郵便物として送るよりは全然安くなっております。送り方としてはここに書いてあります。開封もしくは無封状態で、取り扱いというふうになります。ですので、例えば、雑誌。これは雑誌にはなりませんけど、こういった感じで、ね、で、雑誌に当たるやつに関しては、このあたりとかにね、第三種郵便物認可とかって書いてあります。絶対どっかに書いてありますんで、そいつを送る場合には、これをね、必ず認可を取ってあるやつに関しては、認可ってどっかに絶対書いてありますんで、書いてなかったら、表紙面にね、必ず見えるところに書いてあります。めくったところに書いてあるかどうかっていうことは、原則ないはずです。基本的になぜなら、郵便屋さんが表面から見たときな、こいつは第三種郵便取っとるやつやなって分かるんやったら、はい、第三種でいいですよってなりますんで。ですので、第三種ってどっかに書いてあるはずです。こいつは書いてないであれですけど、まあ、例えばこんな雑誌でも第三種郵便物って書いてあるやつでしたらね、こういうのを、例えば封筒に入れるんですけど、まあ、ちょうど封筒あった封筒に入れるんですけど、大事なのは封筒に入れるにしても、封をしない。ね、こうやって、まあ、入れましたよと。これちょっと重たいから入れれねえ。まあ、こんな感じのね、よし、入れましたよ。入れましたよ。で、この封をしない状態でね、これ雑誌だと思ってください。封をしない状態で、出すことはできますよっていうことです。もしくは無封でね、これよく新聞なんかで見かけるんですけどね。新聞をね、まあ、縦折りとかにしといてですよ。もう半分折りとかにしてかな。第三種郵便物ってわからないといけないんでね、まあ、こんな感じで、折っといて、で、ここにくるくるくるってね、紙を巻いてね、
で、発送するっていうやり方をしてる、やつをよく見かけます。料金コードになってる場合が多いですけどね、うん、こういうふうにして、送ることができますよっていうのが第三種郵便物というのになります。で、どういう時に使われるんや。でも新聞なんでね、配達してるやん。雑誌もね、大体買いますよね。普通にね、本屋さんとかで買ったりすることが多いですよね。なんですけど、まあ、雑誌に関しては、まあ、ああ、でも、アマゾンとかで買った場合の第三種で入ってくるのかな。まあ、昔はね、あの、個人とかで問い寄せとかにするときにはね、出版社さんから問い寄せをする、バックナンバーの問い寄せとかするときとかにも使いましたし、あとはね、専門誌とか業界新聞ね、まあこの手の新聞は今も配達やってるじゃないですか。まあそろそろこの辺りもね、地方によってはちょっと厳しくなってきてるなんて話もありますけどね、あの遠方の離島とかですと、うん、なんですけど、基本的にはこういうのは配達をしてますけど、そういうんじゃなくて、もっと本当に業界誌ね、農業新聞とかね、いろいろと、まあ本当に業界誌って百何十種類あるんかな、日本には何百種類まで行くのかなくらい、本当にいろんな種類の専門業界っていうのがいっぱいあるんですよ、ね、ね、月刊物流とかね、いろいろなんかあったりするんですけどね、そういうのも全部、ただそういうやつに関しては、ね、もう新聞屋さんで配達やってないじゃないですか。まあ、あのそういうのを受け付けしとる新聞代理店もあったりするんですけどね。ですんで、まあ、そういうふうにして配達ができないところにはこういうふうにして、発行した新聞、発行しとる新聞屋さんがね、刊行物としてね、あの送りますよっていうのに使ったりしています。ですね、業界新聞がよく届くところにはね、見かけるやつです。私も結構あの企業さんとかに配っておったのに、実はこの第三種郵便物は結構よく入ってました。で、まあ、紙にくるってしてるだけなんで、結構トラブルも多かったんですけどね、それがポンと抜けて、あの紙だけがやってきてね、おいおい中身はっていうね、こととかもね、ありましたけどね、というのはありましたけど、まあ、業界新聞の発送とかに使われてます。あとはね、たまに見かけるのがこの寄稿者への進呈で使ってるようなケース。例えば何かのね、その問題とかを取り扱っとった時に、まあ、病院の先生とかにね、それに関する見識とかをね、寄稿いただいた、あのね、こういう、これに関してはこういうような問題がありますみたいなのをね、書いて、それをコラムとかにね、載せさせてもらったという場合には、まあ、こういうふうにして、あの、いただきました、あの、原稿を、記事にさせていただきましたというので、あの、ゲラというかね、この新聞を巻いて、あの、その先生に、あの、こういうふうにして記事にさせていただきましたね、ご確認くださいみたいな感じでね、あの、送るのに、進呈するのに、使ったりするケースも見かけられました。うん、まあ、こういう感じですね。第三種郵便物っていうのは、だいたいこういうふうにしてたら、まだだいたい新聞雑誌で、なってますよ。で、まあ、第三種郵便物の認可を受け取るやつに関しては、まあ、それに書いてあるんで、それを見たら、第三種郵便物やらってのわかりますよっていうので、第三種、そうすると安くなりますよということですね。あと、下の方に書いてありますよ。これが、心身障害者団体の発行する定期刊行物っていうふうに認められると、いわゆる、あの、障害者団体さんとかに対するものっていうふうになると、これはなんと、8円から利用可能です。1通8円からっていうふうにもう、あの、ほぼタダ状態で、配ることができます。で、実はこれを悪用したケースというのも過去にありました。要は本来は普通の、ね、あの定期刊行物、郵便物とかみたいなやつを、そういうふうにしてね、障害者団体のやつですんでっていうふうにして、障害者のやつに、当てはめて、実は申請をしとって、実際にはそうじゃないやつを送りつけとって、で、その利ざやで儲け取ったっていうね、いうような、ケースも出てました。過去にありましたね。そういうのもありますけど、もちろんこういうのは絶対やってはいけません。犯罪になりますと当然捕まりますんでね、あの、ちゃんと適正に使ってくださいよということなんですけど、じゃあ適正に使うにしても、この第三種郵便物の認可っていうのがね、どういうふうにして取られるのか、ここからちょっと本当に、複雑な話になりますんで、後半は、あの、とりあえずね、これぐらいでいいやって方は、ここら辺でお伝えしましょう。ご視聴ありがとうございました。